太郎です。今回はベンチプレスが伸びない人の共通点と改善策を紹介します。結論から言うと、ベンチが苦手な方は首に問題があります。特にラックアップや挙上で胸が潰れてしまう、回数に対して明らかにマックスが弱い、これは首の問題が引き金となり、力を入れる運動パターン、これが無意識で間違っている可能性が高いです。この運動パターンの乱れが本来持てるはずの重量からマイナス5キロになる原因です。では胸を張る意識でやってみましょう。これでは改善できないのです。なぜなら無意識に胸を潰れながら上げるという動きが体にインプットされているからです。なので根本解決するためには、まずは自分のミスパターンを知ること、次にそれが起こらないよう正しいパターンを反復練習することです。今回はこの流れでプラス5キロを目指していきましょう。まずは首の問題から見ていきましょう。まず首の問題を分かりやすく言うと、肩のすくみです。ベンチが得意な人と苦手な人で明らかな違いがあります。この違いは首の力を使って呼吸をしているかどうかです。一度体感してみましょう。喉の横あたりを軽く触り、大きく口を開けてハーッと吸い込んでみましょう。首の筋肉が盛り上がってきたと思います。次に手を離して同じ吸い方をしてみましょう。これ肩がすくみませんでしたか？これをベンチ中に無意識でやっている可能性が高く、無駄な力みにつながります。逆に正しい呼吸は肩をすくめず大きく息を吸うことができます。では次に首を使わない正しい呼吸はどうすればいいのかを見ていきましょう。まず呼吸には安静時呼吸と努力呼吸があります。安静時はじっとしている時や歩く時などの軽い運動で、努力呼吸は例えば 50m 走などを走った後、肩で呼吸をしている状態で息が切れるくらい高強度な運動時に起こりやすいです。安静と呼吸で使われる筋肉も変わり、安静時は 80% 以上が横隔膜、逆に努力時は首周りの強鎖乳突筋、そして大胸筋や斜角筋などを使います。トレーニング中の腹圧などを高めるバルサルバ呼吸はちょうどこの中間ぐらいに位置するイメージです。極端な努力呼吸ではないですが、意図的に息を吸う量を増やして腹腔内圧を高めている動きです。そしてベンチが苦手な人は、今から上げるぞと気合を入れ、首周りを使って思いっきり歯を食いしばって首に力を入れたり、一気に息を吸い込むような努力呼吸をします。つまり力を入れるスイッチが努力呼吸プラス歯を食いしばる、この運動パターンが身についている状態です。筋トレ以外で例えると、スポーツ中に肩の力を抜いてと言われたことはありませんか？これはガチガチにこわばらないでってことです。その他にも仕事の大事なプレゼンが終わった時、ほっと一息をつく、これも緊張から肩周りに力が入っているのを息を吐くことで緊張を抜いています。つまり正しい呼吸ができないと自分で過剰な緊張状態を作ってしまい、パフォーマンスを低下させます。これが冒頭で話した回数に対して明らかにマックスが弱い理由につながり、特にマックスは重たいので心理的な余裕がなくなります。そうすると思いっきり息を吸ったり、クッと首周りを緊張させて無駄な力みにつながる、思ってる重量が上がらない、こういった悪循環が生まれてしまいます。首周りの力とか肩のすくみをもう少し深く理解するために、次は解剖学的な視点から見ていきましょう。まずこの肩のすくみには胸郭の構造が関係します。胸郭とは胸骨や肋骨、そして周囲には鎖骨や肩甲骨もつき、主に肺や心臓を守ったり呼吸に大きく関わります。この胸郭の中には2つ肺が入っています。この肺は風船のようなイメージで、息を吸うと膨らむ、息を吐くとしぼみます。そして肺が膨らむ動きと同時に胸郭も広がります。逆に肺がしぼむ動きと同時に胸郭もしぼみます。これが正しい呼吸と胸郭の動きのパターンです。胸郭の構造をもう少し詳しく見ていきましょう。この骨模型を横から見た状態で分かりやすく絵を描いていきます。胸郭の前面は胸骨、胸の骨がついて、その上側に第一肋骨がつきます。第一肋骨は第一胸椎と関節を作って、その下には第二胸椎、そして胸椎は12個あって、やや後腕、後ろに曲がった形で12個関節を持ちます。そして下側は横隔膜で蓋をされているようなイメージです。なので安静時の呼吸はこの横隔膜がしっかり働くことが正しい呼吸につながります。この胸郭に対して横に一本線を引きます。だいたい溝落ちよりちょっと上ぐらいのイメージです。上下に分かれた胸郭が息を吸った時の動きが違って、上側は胸郭自体が前後に開くような動きをとります。そして下側の胸郭、肋骨は横側に開くような動きをとります。ここで大事なポイントが、正しく息を吸うと
上側の胸郭は前後に動くということです。ですが首を使った呼吸をする癖がある方は前後に開かずに首の力を使って頭側に無理やり持ち上げます。一度比較を見てみましょう。正しく吸えると胸が前後に動く、首を使うと胸が上下に動く。つまり胸郭が上下に動くということは肩のすくみにも直結します。そうなるとベンチ中に胸が潰れたり腰を過剰に反る形となって体の負担は大きくなります。逆に正しく胸が前後に動くと胸の圧が高まり綺麗な胸の張りをキープしやすくなります。なので首を使った上下に胸郭を動かすのではなく前後にしっかり動かすことがベンチの安定感につながります。次に実践で使える胸の圧を高めるための背中の使い方を解説していきます。では先ほどの胸郭横線1本入れて上下に分けたんですが真ん中に縦線を引いて次は前後に分けます。そして正しく吸えると胸郭は前後に広がるので吸った空気が胸郭の前側そして後ろ側に入るイメージで空気が入ることで前後に膨らむ、こういったイメージを持っておいてください。そしてベンチ中はなるべく胸の圧を高めたいので後ろ側に入るはずの空気を前に送り込むこと、ここが重要なポイントでいわゆる腹圧に対してこれは胸圧などとも言われます。そしてこの胸の圧を感じるためにはまず前後にしっかり空気が入っているかを確認することが大事なので一度体感してみましょう。まずはストレッチポールを用意します。後頭部がしっかりとつくように寝て胸の前に手を当てましょう。まずはしっかりと息を吐き切ります。吐き切ればゆっくりと息を吸いましょう。吸った時に肩甲骨の内側がポールに当たる感覚があり次に胸が前に膨らむ感覚があれば OK です。これが胸が前後に動いている感覚です。動かない場合は強く吸い込んでいないか肩がすくんでいないかを注意しましょう。では次に前後に入る呼吸量を調整しましょう。胸の圧を高めるためには背中に入るはずの空気を前に送るのがポイントです。コツは背中を締めることです。ストレッチポールを軽く挟むように肩甲骨を動かして背中を締めましょう。その状態で吸うと先ほどより背中の感覚が弱くなり胸が膨らむ感覚が強くなると思います。で徐々にベンチ中の胸の張りに近づけていき胸がパツッと張るまで吸ってみましょう。あまり連続でやりすぎると頭がクラッとするので適度に休んでください。そして苦しい場合は無理に吸いすぎなのでそこまで吸わなくて OK です。これで胸に空気が入る感覚が分かれば実践に移りましょう。まずはバーを持たずスタートポジションのイメージを作ってポールを挟むイメージで背中を締めてください。そこから息を吸います。そうすると胸が前に膨らんでくる感覚があれば OK です。首周りに力が入っていないか確認しておきましょう。そしてそのまま下ろす上げるを一度エアーで行いましょう。胸が膨らんだまま下ろして上げるっていう感覚をつかめれば次は実際にバーを持ってみます。同じ動きでポールを挟むイメージで背中締める、息を吸って胸が前に膨らむ、そしてそれ以上力まずに肘を軽く伸ばすようにラックアップ、これで胸は潰れないはずです。でスタートポジションに入れば軽く息を吐きましょう。もう一度ポールを挟む、息を吸う、そして胸が膨らめば下ろす、この繰り返しです。特に重要なポイントが軽くても重くても息を吸う量とか背中を締める加減は変えないことです。重いから特別なことをしようで上がることはほとんどないので重くても軽くても同じイメージと同じ形を再現する、これがフォームが崩れずにしっかりと安定したパフォーマンスを出すためのコツなのでしっかりと今の形をまずは軽い重量から抑えていって徐々にメインセットまで持っていきましょう。慣れるまでは少ししんどいと思いますが無意識のこのすくみ呼吸を改善するためにそして肩の怪我も減ってくるのでぜひ試してください。以上がベンチプレスを5キロ伸ばす首の使い方と呼吸方法になります。いくつか注意点があってこれはあくまでもベンチプレス用の呼吸です。なのでスクワットやデッドリフトでも同じように背中締めて前に空気入れるぞってしちゃうと逆に腹圧の抜けにつながります。そもそもベンチは寝ている状態とスクワットデッドは立っている状態もう条件が全然違うのでこれベンチプレス用の呼吸と覚えておきましょう。そして日常生活でもこの呼吸をすれば肩のすくみが治るのかっていうとそういうわけではないです。日常ではこう肩周りが緊張するとき大体口呼吸になっているので常に鼻呼吸をするイメージを持っておけると肩周りの緊張も取れやすいと思います。なので
あくまでも今やった呼吸はベンチプレス用。またこの呼吸をしっかりとマスターすると胸のつぶれが減って肩の怪我も減るし、パフォーマンスは上がっていくし、でまたベンチプレスが楽しくなるかなと思います。そして経験なんですが、これをやった瞬間に一気に5キロ伸びたというより、これが無意識になった時自然に5キロ伸びているというケースが結構多いです。もし伸びたよっていう方がいてれば、ぜひコメントお待ちしております。そして自分が今うまくできてるかわからないなという方は、パーソナルでもチェックさせていただきますので、ご希望があればお申し込みは概要欄からお待ちしております。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。